はーい、お疲れ様です。元光です。 今回のお話なんですけど、実証少年革命家、ユタぼんくんのパパがブチギレてるぞーっていうようなお話なんですけど、こんな感じでね、ツイートでブチギレてるんですよ。実際それで救われた人もいるのだから、何の問題もないだろうがーってブチギレちゃってるんですけど、なんでブチギレてんのっていうのをね、今回見ていこうかなと思います。あとですね、もう一つあってですね、ユタぼんくん、またボクシングの大会出るみたい、大会っていうのかなまあ、あの、試合をするみたいなんですけど、その、 条件あの、相手を募集してるみたいなんですけど、その条件が厳しすぎるぞっていうことでもね、話題になってるんですよね。まあ、これに関してね、まあ、ユタボンくんではなく、主催者の人がこうやってね、決めてるんで、なんでこうやってやってんだとか、そこら辺とかもね、ちょっと見ていこうかなと思います。はい、元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねとまたぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、今、そのね、ユタボンくんのパパ、 が起こってるのことの、ね、きっかけになった動画っていうのがこちらにあるんですけど 緊急静岡に救援物資を持ってきましたって動画を上げてたわけなんですよ。そう、めっちゃすごいことしてたんだよね。まあ、静岡といえば、この間の、ねえー、災害であの断水しちゃったりだとか、本当大変な状況になってたんですよ。で元光ね、この動画についてね、えー、ツイートもしたんですけど、これに関しては本当、元光はすごいことだなと。元光、ね、全然頭あだがらないぐらいすごいことしてると思ってたんですよ。で実際にね、まあ、この動画に対してね、いいね。普段のユタボン君の動画よりも全然いいね多くて、それそうだよね。 まあ普通にボランティアだからすごいねってなるのがまあ普通なんですけどただですねまあネット上ではねこういう意見とかも多かったらしくてまあ記事にもなってたんでねちょっと読もうと思うんですけどユタボン台風被災の静岡へ物資を運ぶも批判さと経済的に自立した人にしてほしいっていうねこんな記事があったんですよこの中ではユタボン君への批判の意見とかが取り上げられててねネット上の物資を支援したりとかお金がかかることなので経済的に自立した人に ししてほいということで、ユタボン君たち、経済的に自立してないんじゃないかっていうような、こんな批判の意見とかがあったらしいんですよ。他にもいいことだと思うけど、助ける人間も自立していることが前提にあると思うということで、まずは自分のことしないよとかって、こんなね、批判の意見。他には行動自体は称賛されるべきものだけど、自ら動画を上げて収益化するための材料にすることについては賛同しかねるということで、このボランティアもネタにして、再生数を上げて収益をね、増やして だけなんじゃねえのかって批判があったわけなんですよ まあこうした批判の意見が集ままってしまうんですよね、まあ、ただ、元光としては、ね、今回の件に関してはとても素晴らしいことをしたんじゃないのかなと思っています。まあ、とはいえ、こういう批判が集まるっていうのはやっぱり過去に注目されてっ視聴者の人たちを煽ったりしたりだとか、まあ、敵に回してるがゆえにこういうことになってるんじゃないのかなとやっぱり、ねまあ、こういう意見が出てしまう経緯っていうのも、まあ、元光は何となく理解できるんですよね。例えばいきなり えーまあ、少年でも誰でもいいんですけど、あのー、支援をしに行きましたって、ポッと動画を上げたんであれば、みんないいね押すと思うんですよ。でも過去のことがあるから、またなんかこれ、ネタにしてるだけなんじゃねえのかって思われてるということなんですよね。まあそういうことを今までしてきたんじゃないかと。なので、こうした批判の意見が上がるっていうのもしょうがないんじゃないのかなって思うんですけど、ただちょっと元密的にね気になった部分があってですね、これ、最後らへんね、あのーまあ、あの支援をし、ね、終わった後、届けた後にですね、ユタボン君、こうやって一人で 語ってるんですよね、えー、こういうことしてきましたっていうことを語ってるんですけど最後にこういうことを言ってるんですよ。ゆたぼんくんが「こういう活動をしてると偽善者や」とか言ってくるやつをおんねんけどやらぬ善よりやる偽善やから本当に俺はやってよかったと思いますっていうことを言って 言ってるんですけど、まあ、これ、こういうい言葉なんかよよく聞きますよねこれなんかドラマとかで出てたのかな、何かわからないけど、もともとも聞いたことがあるんですよ。ただ、この言葉って、第三者が言う言葉なんじゃないのかなと思うんですけど、あの自分でやる偽善やからって言っちゃったら、ええどういうこと、それ偽善なのユタボン君は善って言い切らないといけないんじゃないの自分から偽善って言っちゃダメでしょ、それは <laughs>。 た、まあ、多分ね、これ、ユタモンくんは、こういう言葉を覚えたから、あのね、使いたくて使っただけだと思うんですけど、お父さん、教えてあげないよ、これ、パパ。これ、自分で偽善だよって言ってんのと一緒でしょいや、本光はね、ちゃんとこれ、善の心でやったと信じてますよ、ユタモンくんが。うん。偽善じゃないでしょ まあ、もがね、引っかかったのはこの程度ですかね。まあ、言葉のあや的なところ。うん、お父さんがこれぐらい教えてあげればいいのにね。うん、まあ、そういうことだったんですけど、まあ、とにかくね、最終的にはゆたぼんくんにこういう批判の声まで上がってしまってた状況なんですよ。でね、そういう批判の声が上がったからなのか、その動画がね、 サンクスが消えちゃうんですよ、まあ、サンクスが消えるってどういうことを表してるかっていうと元との前の動画とかでもお話ししましたけどあの何かしら制限がかかって、あのー、サンクス だ投げ銭みたいなことができなくなってる状況なんですよ。まあ、収益の制限がかかっちゃってるんですよね。せっかくボランティアで救援物資持ってったのに、収益に制限かけられちゃうんですよ。マジかよって。他のユタボン君の最新動画にはしっかりこうやってね、サンクスついてるんですよ。でも、この <laughs> ボランティアの動画からサンクス消えちゃうんですよ。マジかよって。 どっちかというと、こっちの動画にこそサンクスつけるべきな動画なのに、これが消えちゃうんですよね。あっちのみになんですけど、このサンクスっていうボタン、まあ、投げ銭できるみたいな機能なんですけど、それはですね、YouTuber 側から設定はできないんですよ。設定できるのは、すべての動画にそれをつけるかつけないかしかできないんで、各一つ一つの動画に、えー、サンクスの機能をつけるかどうかっていうのはできないんで、ユタボン君側からこれをね、わざと消してるっていう可能性はないんですよね。 だから、こっちについてるってことは、すべての動画についてるはずなんですけど、何かしら制限がかかって、この救援物資を持ってきましたって動画にはね、収益が制限されちゃうんですよ。まあ、ユーチューブがこの動画は不適切だから、ある程度収益の制限をかけないといけないというふうに判断したということなんですよね。まあ、こうした状況もありながら、あの、さっきのね、批判も、この動画への批判もいっぱいあってですね。ユタボンパパがブチ切れるんですよ。この国では経済的に。 自立ししててていないいなななと人助けもしてはならないのかーって大体ごちゃごちゃ言ってるやつらのほとんどが何もしてないやつらだろうしそもそも静岡への救援物資はユタボンが自分のお金を出して買ったもので実際にそれで救われた人もいるのだから何の問題もないだろうがーっていうことでね物資 <laughs> <laughs> もうめちゃめちゃカッカしてるんですけどまあまあ言ってることはその通りかなと思いますやっぱそれはボランティアをしてる人間の方が偉いと思いますよ元光はどちらかというとただですねまあユタボンパパもね過去にこういうこと言ってたりだとか、まあ、最近ので言うとね、えー、ここら辺ユタボンの言葉が不登校の子たちに届いていないというアンチがいるけど実際にあった不登校の子たちや元不登校の子たちにユタボンの言葉は届いてるしごちゃごちゃ言ってるだけのアンチには同じことはできないだろうとかってここら辺でね周りを煽って たりするんですよ。いちいち攻撃的にね。別に言わなくてもいいじゃん。 うん、あのちゃんと理解してくれる人は理解してくれるんだから、うんまあ、こういうのをね、ごちゃごちゃ言われてるのも、今までの過去の話があるからでしょ、だからこういうアフリとかを入れなければ、ゆたぼんパパ、そんなね、えー、批判的な声ばっか上がんないと思うんですよ、まあ、そういう過去の経緯があった上で、これなんだから、こうした批判の意見が上がるとかっていうのも、やっぱり過去の自分の発言だとか、過去の行いだとか、まあ、身から出たサビの部分があるっていうことなんですよね、まあ、そこらへんを反省すべきなんじゃないのかなって。 だからこそ、今後、こういうね、煽ったりだとか、攻撃的な発言をね、しないようにしていくっていうのが、大事なんじゃないユうたもパパ。でももう、いきなりこういう攻撃的なね、発言をしちゃってるから、まあ、これを改善していったら、きっとなくなるから、アンチとか。 ね、ゆたんパパこここから頑張っていこうよ、うん、で、えー、ちなみになんですけどこういう意見があったりもしたんですよね。ゆたぼんパパが過去に言ってたことをこうやってね貼っつけてくれてるんですけど中村ゆきはゆたぼんパパの、ね、ツイートで「他人に配慮して嫌われない不自由な人生より自分がやりたいことを自由にやって嫌われる人生の方がいい」「我慢ばかりの人生は楽しくないし周りの目を気にしすぎたら生きづらくなるだけ自分のしたいことをやっていきよう」っていうのを貼っつけてくれてこの人が言われてる 言れてるんですけどやりたいことを自由にやって嫌われる人生の方がいいと言ったのはあなたなのになぜ批判されると起こるのだろうかってまあ確かにそうだよね自分から嫌われる人生がいいって言って選んでるんであれば なんか嫌われたとしても、なんでそんなブチギレんのって、確かにまあまあまあ言われたらそうだよね。<laughs> なんで怒るんだろうって。まあその通りかなと思います。こちらもね、いいねさせていただきますね。あ、本当ですね、ツイッターもやってるんで、もしよかったらフォローもしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。<laughs> まあ本当ね、その通りだと思います。ユタフォンパパ、嫌われる人生を選んだんであれば、も、ま、う、あ、それは受け入れればいいんじゃないのかなって、まあ一時こんなブチギレなくてもいいんじゃないのかなとは思いますね。まあという、ユタフォンパパがブチ切れてるって話、 ですけど他にもねこんな感じでユーターボン君がね今度ボクシング試合するイベントがあるらしいんですけどその条件がやべえということで、まあ、こちらの画像があるんですけどこれねフェイスブックで発信されてる内容で確認してきたんですけど、えー、この方星野さんって方がねあの格闘技のイベントをやるということでそこに、ね、ユーターボン君が出るらしいんですよ挑戦者募集シェア拡散希望2023年1月21日は僕の初めての自主観光引退試合元日本チャンピオン の金光さんと試合をしますそしてこの日は YouTuber のユータボンもボクシングの試合をしますということでユタボン君もねこの、えー、イベントでね試合をするらしいんですよユタボンに対しては批判も含めさまざまな、えー、意見がありますが実際に会って話したり彼が今やってることをちゃんと知るとそのユタボンの姿を僕のイベントに招待する子どもたちにも見せてあげたいと思いましたこれだけたくさんの情報を溢れているからこそイメージではなく本質的なものが伝わるイベントにしたいですそしてここ からが本題ですすの対戦相手を募りますって条件としてはあって、うん、どんな条件なんだっていうのがこちらなんですよね中学生以下まあユタボンくんはね中学生だし中学生以下なのは分かりますよねで体重が4 0キロ以下4 0キロ以下まあまあ一応ねボクシングは階級があるんで、まあ、ユタボンくんに合わせようとしたのかな、まあ、どういらちょっと4 0キロって少なすぎる気がするんですけどで身長が1 5 0センチ以下かっこできればって えちょっと待って。階級とかわかるよ。この体重とかわかるんだけど、身長があまり大きすぎない人でって、ちょっと意味がわかんないんですけど、まあまあまあ、体重40キロ。 以下で、まあ、150センチ超えるっていうのもなかなか少ないのかもしれないですけど、これど,どういうことなんだろうね。で、ボクシングなど格闘技経験が1、2年、まあ、2年以下ぐらいにしておいてって、で、満員になった新宿フェイスのリングに立ってみたい、ユタモンと戦いたい、将来プロボクサーを目指している、こんな条件だよって言ってるんですけど、これめっちゃ めっっちゃ厳しくないってまあユタボンくんのプロフィールって本光ねはっきりと分かってないんですけどこれはかなりユタボンくんに有利すぎるんじゃないのかなって。 って思っちゃったんですけどどうなんですかねこれでこんな子がいればぜひご連絡ご紹介くださいもちろんプロを目指していなくても大丈夫です複数の立候補者がいればお一人お一人と話した上で最終決定していきたいと思いますルールなどはお問い合わせいただいた方に直接ご連絡させていただきますリングに上がる子供にとって最高の舞台になるかと思いますどうぞよろしくお願いしますということで まああのパッと見たよ、これだけパッと見た感じだと、まあユタボンくんのカマセイヌみたいになっちゃうんじゃないのかなと、もとびつは思ってるんですけど、まあもちろんこのツイートをしてくれてる人もね、ははえどういうことやばーみたいな感じになっちゃってるんですよね。まあこちら一体いいでさせていただきますね。まあという厳しい条件なんですけど、まあ逆にね、 これに対して心配をする声とかもあるんですよ。一体どういうことなのかっていうと、この方が言われてたんですけど、まジでユタボンの体が心配って、身体が心配。対戦相手の募集条件から彼の身長と体重は中2男子の平均を大きく下回っていることがわかるということで、まあ、逆に言えばこの主催者からして、まあ、これぐらいがユタボンくんのね、えー、その階級に合わせてちょうどいいぐらいじゃないって選んだということなんで、 ユタボン君の,その体,体重や、えー、身長の前後ぐらいがこれぐらいなんじゃないのっていうことが推測されるわけなんですよ。ってなると、体重40キロで150センチ、まあ、ちょっとね、ユタボン君も写真だけで体重とかは分かんないんですけど、それぐらいなんじゃないのかなって想定したとすると、えー、こんな感じでね、えー、まあ平均のね、14歳の男の子の平均身長がだいい百162センチなんで、えちょっと と低いよよね、まあ、平均よりで他には体重とかも5 2キロということで平均に全然足りてない状況になっちゃうんですよねまあもちろんね人の成長って個人差あるから別に何も悪いことではないとは思うんですけど、まあ、ちょっと足りてないのが心配だっていうね声が上がるんですよ、うん、ちゃんとご飯食べてるってあの栄養とか考えたご飯食べてるとかあとねちゃんと睡眠取れてるとかって周りのね、えー、人たちは心配しちゃうんですよ、まあ、さっきの条件見て いたらそういうういい心配する声が上がが上ってもしょうがないよね、まあ、こちらもいいいねねさせていただきます、ねまあ、この条件がどういうシーンを持って設定されてるものなのかそこら辺はわかんないですけど何にしてもこれえーってやばーみたいな話ですよね、まあ、ということで今回あのユタボンパパがブチ切れるって話とユタボンくんのイベント条件がちょっとやばすぎるぞっていうようなお話をねさせていただきました皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います元水のチャンネルでは時事ニュース系のことをわらしていきますのでいいねと思ったらぜひ チャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました